よく大きなイベントとか、例えば国と国を対抗するような大きな試合とかって、そういう時にほら君が歌うでしょう、みんなでね。で君が歌う時に演奏かかっていて歌うのはいいんだけど、よくほらゲストみたいな形で歌詞が出てきてアカペラで、要するに無伴奏ですよね、伴奏なしで、要するに独唱ですよ。独唱する時あるんじゃないですか、君がよ。でそういう時にやっぱりこの歌詞の人でも、歌詞とあなたもやっぱり大事な場面だから、まあ間違いないとは思わないと思うけども、やっぱり歌を、その君が代を歌う時に意外と音程で歌っちゃう時あるんですよね。で音程で歌うとどうなるのって言ったら、歌は結構低音から高音まで幅が広いですから、そうするとやっぱりもちろん分かっているから、まず最初低音でしっかり出てなんて思って力が入っちゃうと、入り口にね力入っちゃうと、やっぱりキーって入っちゃったらそのまま並べなきゃいけなくなっちゃうんですよ。流れないですからね。そうすると流れに乗ればいいんだけど、乗らないと君がよってほらだんだん苦しくなってちゃう。それでチオニア中はもっと高いから、そうするともうなんとか力ずくででも声出さなきゃ、今度は声になっちゃうね。その君がよをやってんだか、なんとか声を出さなきゃの方に行っちゃうかって、その辺になるだ。チオニアなんてのほら苦しい音を出してるかもしれない。もちろんプロだからね、なんとかこう力ずくで歌い切るかもしれないけれども、やっぱりそういう時に声楽家なんかが出てきてね、君がこうやれば、その声楽家のもうお手のもんでしょうから、そういうのは堂々とした声で歌い切るかもしれないけど、よく流行歌詞とかね、人気の歌詞が出てきて歌ったりする時っていうのは、なんかハラハラしちゃう、見てる方がね、大丈夫かな、声出るかなみたいな。声で歌いだしたら声を聞いちゃうから、大丈夫かしらと思うでしょ。だけどそれはなんでそういう時に苦しそうになってみたり、まあ、なんていうの、余裕がないのか、余裕なくやるかってことですよね。それは何かって、やっぱり一期一会で音程でやってるってことなんですよ。音程を取ってやるもんだから苦しくなっちゃう、声がね。だそこで考えればいいのが、例えばハミングを考えておいてくれたら、君が代だってメロディーに言葉を乗せるイメージになってやればいいものを、一生懸命音程でその君が代を歌おうとしちゃったから大変なことになる。ところがその辺がね、今みたいにハミングですよ。たらラララララララ、ここまでこうスッとこう流れが出ますよね。この流れがメロディーなんですよ。メロディーっていうのは線なんですよ。ね、点を一個一個並べてやるもんじゃなくても線なんだから。の線を作ればいいんだけど、それがラララララララやれば、君がよはスッとこうやれるわけですよ。あと口が動けばいいんですから。で今度は高いからって言ったって、ラララララララってやれば、チヨニヤいくらってこう音が出せるんです。それがチヨニヤってここで伸ばさなきゃとか思う時あるじゃないですか。ロングトーンが上にあるから、だからチヨニヤってこんなところで力入れるもんだから苦しくなっちゃう。だからそれがラララララララ、チヨニヤチヨニさ、ずわーっと流れができるわけでしょ。だからこれがメロディーなんですよ。だからメロディーに言葉を乗せていけば、こんな大変なやつでもスムースに声出せるかもしれないけど、それを一生懸命間違えまいとか、音程取らなきゃ音程間違えないようにとかね、声出さなきゃ声でやらなきゃと思って力が入ると、いくらプロといえどもそういう場面で余裕のない声を出してしまうかもしれない、歌を歌っちゃうかもしれないということですよね。